ボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第29節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ロナウジーノ、アネルカ、オコチャ、ポピオン、エドゥアール・シセ、エル・カモクール、メンディ、ドミ、ポチェッティーノ、ハインツェ、レティジ、ブッフォン、マテラッツィ、チュトル、ビリンデッリ、ザンブロッタ、ダービッツ、ネトネト、タッキナルディ、デルピエーロ、サラス、サラジェタ。試合開始の笛です。出た、行け、ゴール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 、決まった。まさに電光石火、あっという間にゴールが決まりました。さあもう一度見てみましょう。デルピエーロ、ポピオン、空
ここで確実に得点を奪います。さあもう一度見てみましょう。エドゥアール・シセ、主審ファールを取りました。エル・カモクー、イエロー覚悟のプレーでしょうか。壁を作ります。ふわっと上げる。チュトル、サラス、さあここからどう攻める。シュート、入った、ゴール、ブリリアントゴール。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ、デルピエール、おっとファールを取られました。この位置からのフリーキックですよ。決まった、ゴール。得点は4対0。さあもう一度見てみましょう。思い切り曲げてきた。この人の右足はすごいです。15分経過、類まれなキープ力。おっと足がかかった。エドゥアール・シセ、これはイエローカード、気をつけてプレーしないといけません。ここは集中しなくてはな。キーパーこぼした、ゴール、マーベラス、スーパービューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。得点は5対0。さあもう一度見てみましょう。大車輪の活躍、ハットトリック。天才にしかわからないロジックのみがゴールへの過程を示す礎となるのでしょうか。さあもう一度見てみましょう。インテリジェンスが伺えます。ビリンデッリ、フットボールの女神。シュッ、決まった、ゴール、エクセレントゴール。得点は7対0。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、動き出しが素早いです。ザンブロッタ、必要なスポットライトから逃れ、ゴール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 、ダイナミックゴール。
大変な試合になってまいりました。さあもう一度見てみましょう。オフサイドにはならなかった。中へ上げた。サラス、これはちょっと危険なプレーでした。デルピエール、直接入った。今日は絶好調、ハットトリック達成。天才にしかわからないロジックのみ、ゴールへの過程を示す礎となるのでしょうか。さあもう一度見てみましょう。思い切り曲げてきた。ダウンです。ディフェンダーも必死です。です。ダウンです。ゴール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 。くぅ、決まった。さあもう一度見てみましょう。ダービッツ、動き出しが素早いです。ロナウジーニ、走り込んできた。抜かれた。あーできた。ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦キックオフ、キーパーファンブル、コーナーキックになります。さあチャンス到来。タッキナルビ、誰に合わせるのか。ゴール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 、ガンビリバブルゴール。スロー VTR でご覧ください。蹴り込んだ。ロナウジーヨ、必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。これはゴールキック。鈴木孝幸、おっと足がかかった。デルピエール、この位置からのフリーキックですよ。
もう一度見てみましょう。思い切り曲げてきた。オフサイドトラップにかかったマテラッツィ。ボールを運んでいきます。ガンガンプレスをかけます。もはやノーガードの打ち合いといった様相を呈してきました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。後半15分経過。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。さあここからどう攻める。味方を探してますよ。フォローが遅いですね。体を入れてきます。ゴー、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴー。素晴らしいゴールです。大変な試合になってまいりました。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。果敢にスライディング。ピッチを優雅に徘徊します。アンビリバボールゴール、スーパーゴール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 、ミラクルゴール。もはやノーガードの打ち合いといった様相を呈してきました。さあもう一度見てみましょう。ザンブロッタ、選手交代が行われるのでしょうか。主審ファールを取りました。この PK は大きなチャンスです。決まった、ゴー、エクセレントゴー。大変な試合になってまいりました。さあもう一度見てみましょう。ミリンデッリ、主審ファールを取りました。キーパーの指示が伝わっていないのか。ジャンプ、ガンガンプレスをかけます。スロー、さあここからどう攻める。おっと足がかかった。さあここからどう攻める。こぼゴル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 、ダイナミックゴール。すごいスコアになっています。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。ビリンデンリー、流れを止めた。走り込んできた。デルピエール、鈴木孝之、見たかゴール。
ガードの打ち合いといった様相を呈してきました。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。あと10分です。スロー VTR でご覧ください。ダービッツ右へサイドチェンジ、ヘッドでパスを送る。ファールを取られました。エドゥアール・シス、今日2枚目のイエローカードで退場です。ゴールキーパーが味方を鼓舞するように大きな声を上げています。合わせた。コーナーキックです。さあチャンス到来。ゴール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 、ダンビリバブルゴール。さあもう一度見てみましょう。サラジェタ、ふわっと上げる。さあどちらがボールを支配するのか。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。圧倒的な強さ、一勝を挙げました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、3点目以降集中力が切れてしまったようですね。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。